いや、喋れや。なんで喋る。あいつら、西尾の。あいつら出てたらあかんねん、お前。おいしい、おいしい、おいしい。始まりました。始まりましたね。西尾くん。はい。多分編集の都合上、今のバッサリ使われないですけど、どうしますか。どれですか。今のタイトルコール使えへん。使われへんのかーい。大丈夫だよ。なんか良くないな。なんかさっきまで乗ってたのに。乗ってます。今も乗ってますよ。乗ってんの。めかいの。かいんですよ。まつげが入ってかいんですよ。はい。西尾くんがモデルまで続けるこの、西尾学ぶのおいしいおいしいおいしい、はい、YouTube 乗りますよ。YouTube 乗るんですか。うん。大丈夫ですか。大丈夫です。お父さんお母さんに言いたいことないですか。あと50万ぐらいで借金が終わるんで。お前はい、借金返す話っておもろいやん。借金返す話ですか。借金返せた話して、あれ面白かったやん。この前ね、これ言いましたっけ、さっき聞いたけど、なんか借金返す、ね、毎月ね、3000円ずつ返してたんですよ、あるところにね。3社ぐらい借りてて、1社3000円ずつ返してて、で、3000円ずつ返してたらよかったんですけど、うん、ある日見てみたら、9万円返さなあかんってなってて、うん、もうその9万返さなかったら、ガーンって上がるんで、もう元金が減ってなかったよな、減ってなかったんですよ、ずっと3000、はい、利子ばっかり払って、はい、ほんで、で、9万も払えるお金なかったんで、うん、もう終わったと思って、うん、ほんまに押し込んで、うん、で、パチンコ屋に行って、うん、もうほんまに、もうひょーって、ほんまにフラフラって行ったんですよ、うん、で、こう、やけくそで、やけくそで、うん、バーってこう、ひねってるだけでずっとこうやって、うん、ボケーとして、ああ、もう9万円今日中に払わなあかんし、今日終わったなぁ思って、終わったわーって、何のためにバイトしてんだやろうって、バーってやって、うっ、ん、て、うとうとってしてたら、うん、大当たりで、うん、で、もうなんか、隣のおっちゃんとか、弾をバーってくれて、うん、ここに入れたらええねんでって言われて、教えてくれた、教えてくれた、おっちゃんが。それ知らんかったら、ずっと、あさっての方向に、ずっと、で、バーって言って、で、そしたら、その大当たりが来たら、もうなんか、わしを舐めんなよみたいな感じで言われるんですよ、この台から。それが、だいたい18連チャンぐらいして、結局11万5千円かかった。で、2社完済したんですよ。うわ、すごいな。はい、すごいな、なんか持ってるな。乗ってる、あ、なんて、はい、持ってるんですよ。めかいの、すごい買いですね。なんやん、はい、ただあと50万残ってるって。うわ、えげつな、はい、めっちゃ残ってるやん。だいぶ減りましたね。でも、でも借金も返し終わったらね、はい、西尾くんも女性ちょっと口説いていかなあかんから。あ、借金終わったらその女性もちょっと口説いていかなあかんなと思ってますね、うん、だから西尾くんが借金終わったとして、はい、女の子を振り向かせるために、はい、道端歩いてる女の子に一声かけてください、はい、ほんで女の子として僕振り向きますんで。あ、はい、いいでしょこれ。わかりました。だから僕女の子しますんで、前歩いてますんで、はい、西尾くんちょっと一言で振り向くように。あ、わかりました、はい、おい、かわいいやんけ。なんもないやつやな、お前やないか。あ、すいません。はい。夏場プールサイドで食べるカップヌードルって異常に美味しいじゃないですか。そんなことないわ。どう思います？そんなことないって。別にこんな感じのことやっていこう。あ、なるほど。はい、こんな感じですね。いくで、はい、これ女の子やるから。ねえねえねえ、はいはい、何ですか。脇処理してます。じゃあ多少、あ、多少、はい、見せてもらってもいいですか。なんでやねん、なんで道端でそんなん言うねん。お前緊張しちゃうな。さっきおもろかったのにな。緊張してる。ちょっとクールダウンしたら頼むなんか、はい、え、笑い飯スタイル。どうするもんなら。嫌やったら嫌やるか。いや、別にいいです。笑い飯気にするやろ、そんなん。大丈夫です。なんかあれらしいで、やっぱり笑い飯あれ出た後に、はい、笑い飯スタイルのやっぱ、はい、NSC の方多かったって聞いてる。増えるって聞きましたね。笑い飯さんが出た後に、うん、なんか笑い飯スタイルのNSC 生がめっちゃ増えたらしいです。いや、言うてん、だから俺が言うてん、ほうちゃうねん、お前。あれも増えたらしいやん、はい、ザキヤマみたいなやつ、あのノリでわーって勢いでいくみたいなのも増えたらしい。あ、ザキヤマさんのやつが増えたらしいっすね。うん、ほんまに。だから言ったんやん、だから、はい、今何が一番増えてんの。今ですか。スタイル、漫才スタイルとしてリズムネタでしょうね。あー、どんどんやってみて。できるかーい、同期やからできるかーい。あ、すいません。あ、はい。あ、僕なんかパタゴニアの今ちょっとスウェット着てるんですけど、はい、なんか結構パタゴニアって昔流行ってたと思うんですよ、はい、でも今言うほどみんな着てへんから、はい、いります。ください、ください。いや、ください言えへんやろ、ください。ちゃんと突っ込んでよ。パタゴニアゲン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 じゃない、ゲン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 じゃないです。いや、すっごい出来上がる。だからこれはもう仕方ないですよ。なんでなん、ここ おじさんっぽいでしょ。うん、おじさんっぽい。でもここはスベスベなんで、おじさんと赤ちゃんが共存してる顔って言われてます。あ、これ偽大住宅かな。偽大住宅、1階がおじいちゃん、うん、上がこの子供、うん、偽大住宅。
うん、これ後ろはどうなってる？後ろはこういう感じですね。コボちゃんじゃないですけど、こんな感じ。それは面白い髪の毛をやろうと思ってやってるの？違います。ちゃうん、お金がなくて1500円で1000円。今お金あったら何したい？今お金あったらですか、うん、車が欲しいですね。意外意外な来たな。車で住めばいいですからね。え、車で住めばいいですからね。キャンピングカー的な、キャンピングカー的な車で住めば、別に歯磨きしてこうガラガラペッてすればいい。じゃあ車乗ってきて、俺街中歩く女の子あるから、ブイーッて開けて一言お願い、ちょっともう一回お願いします、説明お願いします。いやいやいや、聞けやちゃんと、車乗ってんねんお前、で車ブイーッて下げて、街中歩く女の子をナンパしてください。おい、はい、ちょっと乗れよ。え、なんで乗れよ。めっちゃひげ濃いこの人。ひげはいいじゃないですか、ひげ濃いのに。ひげ濃いのに、ほっぺたツルツルしてるから。共存してるんですよ、赤ちゃんとおじさん。コナンみたい。コナンじゃないですよ、別に。コナンはツルツル。外見コナン。外見コナンじゃない、ここコナンじゃないじゃないですか。見た目はおっさん、肌は子供、外見だけコナン、コナン。どんなやねん、こんなんか。こんなん俺やるわ。あ、やってください、はい、僕がお姉さんですね、うん、はい、長い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 、ホーミーかい、ホーミーかい、ピンクローターで、ピンクローターかい、ピンクローターかい、ちゃんとやる、ちゃんとやる、ちゃんと、もう一回、もう一回、もう一回、電話や。電話かい。電話かい。大丈夫これ。大丈夫ですかね。うん、なんかあの女子が来られたんで、うん、カッコつけてしまって、なんか。お前やろ。頑張れない。なんかすごい感じるそれ。感じるよな。何やねんお前。カッコつけ、やっぱ童貞なんで。じゃカッコつけるやん。カッコつけてしまいます、ね。一回カッコつけんね。カッコつけてブワーってこうなんか自分のほとばしる何かぶつけてみろ。わかりました。お、来た。来た。は、いや、しゃ、しゃべ。お後がよろしい。